お父さんと車でお出かけしてたんだけど、急にここで降りろって言われたの。はあ？全く知らないというこの土地で車を降ろされた二人は、しばらく田んぼの脇に残っていた雪で遊んで、父親が戻ってくるのを待っていたという。ちょっとよろしいでしょうか。俺は田所健太郎。20代最後の年を日々平平凡凡と過ごしている。ここ数年恋人もいない。この年になると周りからは続々とめでたい報告を受けるわけだが、その度に心の中で言い訳をする。俺は仕事が忙しいんだ。恋愛なんてしてる暇ないからな。完全な負け惜しみだ。仕事が忙しいのは本当のことではあるが、恋人がいない理由になるほどじゃない。そんな俺を両親はひどく心配している様子。誰かいい人いないの？ほら、合コンっていうの？行ってみたらいいじゃない。健太郎、顔は悪くないと思うのよ。優しいし。どうして彼女ができないのかしら。困った顔でそんなことを言う母親は、完全に親バカだ。健ちゃんは優しすぎるのよね。時には強引さも必要よ。恋愛っていうのはね。母親に輪をかけて、孫バカな祖母からの恋愛指南がまた始まった。もういいって。わかったわかった。俺は話し続ける祖母をたしなめて、自分の部屋に向かう。そう、俺の家は、祖母、両親、俺、と、三世代同居。俺は、大学を卒業してすぐ、うちの仕事を継いだ。うちは先祖代々続く農家だ。小さな頃から、働き詰めの親たちを見てたから、正直、大変そうだなっていう印象しかなかったわけだが、だからこそ、俺が継ごうと思った。気温や天候に大きく左右されるし、自分の力だけでは何ともしがたいことばかりの仕事だが、やりがいはある。家族や周りの人に教えを請いながら、必死で頑張っている最中だ。じゃあ、行ってくるね。その日、俺は近くの公会堂で行われる青年会の話し合いに出席するべく家を出た。20時から始まる青年会。いつも後半はほとんど飲み会と化すのだが、貴重な情報交換ができるこの会には毎回出席している。日陰には数日前まで降り続いていた雪がまだ積もっていた。滑らないようにな。冷え込むから着込んでいけよ。玄関先で父がそう声をかけてくれた。ダウンジャケットを着込み外へ出た。冷たい風が頬を刺すように吹きつける。息は白く、まるで小さな雲のように空気中に溶けていった。手袋をしていても指先は冷たく、思わずポケットに突っ込みたくなる。遠くから聞こえる犬の遠吠えが、田舎の夜の静寂を一層際立たせていた。なんか不気味だな。怖がりの俺は早足で公会堂までの道を歩いていた。と、その時。エクシュ。どこからともなく、小さなくしゃみのような音が聞こえた。
辺りを見回すも人影は見えない。気のせいかなと思いまた歩き出したところ、クシュン、また小さく響いたくしゃみの音。え？怖いんだけど。だって周りは真っ暗でひどく寒い夜だ。通り沿いには民家もないし、小さな子供がするようなくしゃみが聞こえてくるはずはなかった。でももし子供が近くにいるとしたら、迷子かもしれないし助けなきゃ。俺は恐る恐る持っていた懐中電灯で田んぼを照らしたが、人影は見えない。そうだよな。きっと気のせいだ。こんな寒い夜に子供がいるわけないんだ。きっと風の音か何かだな。そう思い直し、歩き出した時だった。寒いね。うん、寒い。今度は明らかに子供の話し声が聞こえてきたのだ。俺は慌ててあたりを照らし、子供の姿を探した。でもこの時点でも半信半疑だった。俺にしか聞こえない幽霊の声だと言われた方が、まだ納得がいく。そんな状況だった。まさかあんなところに子供がいるだなんて。子供たちを発見したのは、田んぼの水を管理するための排水路。あぜ道が途切れたところにあるそのくぼみに、子供たちはすっぽりはまり込んでいた。水が張ってなかったのはよかったが、この寒さだ。女の子はブルブルと、小刻みに震えていた。俺は慌てて着ていたジャケットを脱ぎ、彼女たちにかぶせた。どうしてこんなところに？お家の人は？いや、とりあえず救急車呼ばなくちゃ。いつからこんなところにいたのか知らないが、憔悴しきった顔で震える女の子の体が心配だった。幼稚園生くらいの姉妹だろうか。顔がそっくりで双子のようだった。救急車が来るまでの間、俺は無言で震える彼女たちの背中をさするしかできなかった。俺一人じゃできることも限られてるし、何よりも不安だったので、うちに連絡を取り、両親に事情を説明すると、二人ともすっ飛んできた。まあ、大変。ほら、毛布持ってきたから、かけてあげて。大丈夫か？しっかりしろよ。姉の子供が、ちょうどこのくらいの歳だ。父も母も、孫のように思ったのだろう。必死で子供たちに声をかけていた。しばらくして到着した救急車、そして警察に事情を説明。搬送される子供たちが心配でたまらず、俺たちも車で後を追いかけた。どこの子だか見当もつかないが、このまま放っておくなんてできなかった。病院に運び込まれた二人は、俺たちが着いた頃には、もうだいぶ落ち着いていたようだった。医者が言うには、軽度の低体温症になっていたらしい。呼吸が浅く、脈拍も遅くなっていたということだが、体を温めると元気を取り戻したという。ほっと胸を撫で下ろした俺たちは、医者に頼んで、二人がいるという病室に入れてもらった。あ、さっき助けてくれたお兄ちゃんだ。ありがとうございました。そう言って、二人揃って
ぺこりと頭を下げた。思ったより顔色もよく、一安心だ。よかった、元気になって。びっくりしたよ。どうしてあんなところにいたの？女の子は顔を見合わせ、無邪気に言った。お父さんと車でお出かけしてたんだけど、急にここで降りろって言われたの。は？全く知らないというこの土地で、車を降ろされた二人は、しばらく田んぼの脇に残っていた雪で遊んで、父親が戻ってくるのを待っていたという。でもだんだん暗くなっちゃって、寒いし、お腹空いたし、お父さん迎えに来てくれないし、だからじっと待ってたの。隣で話を聞いていた母が鼻をすすり始めた。かわいそうに、なんて親なの？ひどすぎるわ。こんなかわいい子たちを。お名前は？何ちゃんって言うの？母親が涙目になりながら問いかけると。竹下ほのかです。竹下愛香です。女の子は大きな声で名前を教えてくれた。そっくりな顔で笑う彼女たちは、やっぱり双子の姉妹だった。その後、警察の捜査により、彼女たちの身元が判明。彼女たちの母親は病気で他界しており、唯一の保護者である父親が、保護責任者遺棄罪で逮捕された。父親は日頃からネグレクト状態だった上、新しい恋人ができて娘たちが邪魔になったからという身勝手すぎる理由で彼女たちを放置したという。その話を聞いて、俺も俺の両親も怒り心頭だった。あんなに素直で可愛い女の子たちをまるで捨て犬のように扱うだなんて、信じられない気持ちでいっぱいだった。家に帰った後、俺は悶々と考えた。今後、ほのかちゃんたちは一体どうなるんだろう。彼女たちの行く末が気になって仕方がない。とりあえず保護されたという児童養護施設で、これからも生活するしかないのだろうか。あの時、あの場所で、俺が通りかかったのも何かの縁だ。後日、俺は女の子たちが預けられた施設を訪ねた。少しでも元気づけてあげたい。そう思ったのだ。俺が顔を出すと、ほのかちゃんたちは喜んで抱きついてきてくれた。嬉しそうにまとわりついてくるほのかちゃんたちに、切ない気持ちがあふれる。その行動、そして表情から、愛に飢えているのが手に取るようにわかったから。そして俺は、その後も仕事がない日は施設に通い、ほのかちゃん、愛香ちゃんと遊んだ。二人が感じるであろう寂しさや不安を、俺と遊ぶことで少しでも取り除けたらいいなぁと思っていたし、何より俺が彼女たちの無邪気な笑顔に救われていたような気がする。ある日のこと、ふとつぶやいたほのかちゃん、愛香ちゃんの言葉に、俺は胸が締め付けられた。お兄ちゃんがお父さんだったらいいのに。うんうん。それで同じお家に住むの。そうすればずっと一緒にいられるもんね。お兄ちゃん、愛香たちのお父さんになってくれる？屈託のないその笑顔を目の前にして、俺は何も言えなかった。俺の独りよがりな優しさは、かえって
彼女たちを苦しめているんじゃないだろうか。これ以上無責任なことはできない。もう二度と会わないか、それとも。その日俺は何も答えることができず、施設を後にした。帰り際見た寂しそうな二人の顔が目に焼き付いて離れない。その夜は一晩中眠れず、彼女たちのことを考え、そして俺は決意した。ほのかちゃんと愛香ちゃん、二人を引き取ると。生半可な気持ちではない。俺は一生をかけてこの子たちを守りたいと思った。知り合った以上、そして彼女たちの現実を知ってしまった以上、どうしても無視できなかった。もちろん家族にも相談した。子育ての経験もないばかりか、結婚さえしてない俺が、一人で彼女たちを育てようとしてるのだから、きっとひどく反対されると思ったが、意外にも家族は、皆、俺の決断を応援してくれた。あんたらしい選択だわ。いつかそう言うと思ってた。嬉しいな。毎日あの子たちの可愛い顔が見られるなんて。私にできることがあれば何でも手伝うよ。ケンちゃんは本当に優しい子だね。そう言ってみんなニコニコと嬉しそうに笑ってくれたのだ。法律や手続きの面でかなり複雑な話になるだろうが、幸い俺のいとこに弁護士がいる。それに幼馴染の田中は確か社会福祉士の仕事をしてたはずだ。彼らの力を借りながら、ほのかちゃん、愛香ちゃんを引き取るべく手続きを進め、同時に彼女たちとの面会を重ね、さらに仲を深めていった。そして今、彼女たちを無事に引き取ることができて、半年が経とうとしている。小さな彼女たちを育てるのは、正直、想像以上に大変なことではあったが、毎日笑顔で楽しそうに過ごす彼女たちを見ていると、心からほっとする。両親も孫のような彼女たちに目を細め、生きる希望ができた、なんて言っている。ある日、仕事が早く終わった午後、ほのかと愛香を連れて散歩に出た俺。ほのかは公園の入り口を見つけると、目を輝かせて走り出した。愛香もそれに続いて楽しそうに駆けていく。気をつけて、転んじゃうよ。二人の背中を見ながら思わずそう声をかけた。小さな足が地面を蹴り、風を切って進むたびに笑顔が広がる。ジャングルジムの頂上で誇らしげに笑うほのか。大好きなブランコに乗り、まるで空を飛んでるかのように楽しんでいる愛か。二人が夢中で遊ぶ姿を、俺はベンチに座り眺めていた。すると、ふと背筋に冷たい感覚が走った。誰かの視線を感じたのだ。ゆっくりと振り返ると、そこには、俺を凝視している若い父兄さんがいた。そして、つかつかと歩み寄ってきたかと思うと。ちょっとよろしいでしょうか。そう言って、俺に声をかけてきた。はい。別に後ろめたいことは何一つないのだが、警察に声をかけられると、妙に緊張し、おどおどしてしまう。その時、愛
カとお砂場で遊んでくる。ジャングルジムを降りたほのかが大きな声で俺に呼びかけた。ほのかの方にちらっと目をやった父兄さんは、さらに険しい表情で俺を見つめる。あの女の子たちは、あなたの娘さんですか？ええ、まあ、そんな感じです。警察を前にした緊張と、実の娘ではないという現実が、はい、俺の娘です、と即答するのを躊躇させた。そう。じゃあ、あなたがミカの旦那さんなのね。父兄さんは納得したようにうなずき、少し睨むような目つきでもう一度俺を見た。だけど俺は父兄さんがつぶやいたその名前の人を知らない。ミカって誰ですか？父兄さんは俺の言葉を聞いて目を丸くした後、厳しい口調で俺を問い詰めた。どういうことでしょう。父親であるはずのあなたが、あの子たちの母親の名前を知らないだなんて。最近この辺で小さな子供の連れ去り未遂が起きてるんです。ちょっと署までご同行願えますか？焦った俺は必死に今までの経緯と事情を説明した。すると、じゃあ、あなたは、ミカの旦那さんではなくて、あの子たちの養父ってことなんですか？戸惑った表情で首をかしげる父兄さん。と、その時、俺たちのところに駆け寄ってきたほのかたちが声を上げた。わあ、かっこいい。父兄さんだ。ケンちゃんのお友達なの？母や祖母が俺をそう呼ぶからか、ほのかたちも俺のことをケンちゃんと呼ぶ。あれ？父兄さん、会ったことあるね。エリちゃん？愛花が不思議そうに父兄さんの顔を覗き込んだ。ほんとだ、エリちゃんだ。ほのかも嬉しそうに父兄さんに抱きついた。どういうこと？父兄さんのことを知ってるの？俺の頭の中は、はてなマークでいっぱいだった。ミカって誰？エリちゃんって誰？子供たちがエリちゃんと呼ぶ父兄さんから、詳しい事情を聞いて驚いた。村本エリさんという、この父兄さんは、亡くなったほのかたちの母親の幼馴染だという。ほのかたちの母親の名前はミカ。病弱だったミカさんのために、双子の世話を手伝っていた時期もあったらしい。ミカの旦那さんには会ったことがないんです。話によると、子育てもろくにしないし、浮気症で家にもめったに帰らないっていうひどい旦那さんらしくて、ミカのお葬式にすら顔を出さなかったんですよ。ひどいやつですよね。エリさんは眉を潜め、頬を膨らませた。なんだかその可愛らしい仕草に、うかつにもドキッとしてしまった俺。だから、俺をあんな怖い顔で見てたんですね。ごめんなさい。でも、おかしいと思ったの。旦那が子供たちを引き取ったって話は聞いてなかったし、そもそも子育てするような人じゃなかったんだから。エリさんは小さく頭を下げながら言った。でも、ほのかちゃんたちが幸せそうで、本当によかった。大きくなったね。優しく、ほのかたちの頭を撫でてくれたエリさん。
ずっと気になってたんです。ほのかちゃんたちはどうしてるんだろうって。でも気になるだけで、私には行動する勇気がなくて。だからすごいです。見ず知らずの子供たちを引き取るだなんて、私にはできませんでしたから。エリさんはキラキラした目で俺を見つめてきた。この公園にはよく来るんですか？私、最近この近くの交番に配属になったばかりなんです。ええ、俺の家すぐそこなんで。公園からもよく見える俺の家の赤い屋根を指さすと。もしよかったら、時々ほのかちゃんたちに会いに行ってもいいでしょうか。エリさんは遠慮がちに俺を見ながら言った。その上目遣いが可愛くて、またドキドキしてしまう俺。私ったら、仕事中にこんなこと言って。すみません、忘れてください。慌てた様子で、一度は立ち去ろうとしたエリさんだったが、もちろんです。いつでも来て遊んでやってください。俺がそう声をかけると、満面の笑みで振り返った。ありがとうございます。わーい、エリちゃん遊びに来てくれるの？楽しみに待ってるね。ほのかたちも嬉しそうだった。それ以来、言葉通り、エリさんは仕事が休みの日に、うちを訪ねてくるようになった。事情を説明すると、俺の両親もエリさんを大歓迎。何度も訪ねてきては、ほのかたちと楽しく遊ぶエリさんを見て、父も母もなんだか変な期待をするようになっていた。エリさんいい子だね。あんな子が嫁に来てくれたら万々歳だわ。実はケンタロウの恋人だったってオチはねえのか？おい。勝手なことを言う両親に。エリさんに失礼だろ。エリさんはあくまでほのかたちに会いに来てるんだから。そう返しながら、内心はエリさんのことが気になってしょうがなかった。時には母の夕食作りまで手伝ってくれるエリさんに、母や父までもエリさんにメロメロの様子。優しくて明るいエリさんの笑顔に、子供たちだけでなく、俺たち家族みんなが癒されていた。ある日のこと。今日の午前中にね、キッチンをお借りして、ほのかちゃんたちと一緒に作ったんです。はい、これケンタロウさんの分ね。そう言って手渡してくれた包みからは、甘い匂いが漂っていた。わあ、美味しそうなクッキー。ありがとうね。こんなことまでしてもらって。大変だったでしょう。あれ？これは？クッキーが入った箱に小さな封筒が貼り付けられていた。ケンタロウさんへのお手紙ですって。覚えたての文字で一生懸命書いてました。愛情深く育てられてるんだなーって。ほのかちゃんたち見てたらよくわかります。手紙には、ケンちゃん、いつもありがとう、大好きだよ、の文字が大きく書かれていた。俺の涙腺は崩壊。素敵ですね。ケンタロウさんのこと、本当に尊敬します。優しくて愛情深いケンタロウさんに出会えた、ほのかちゃんたちは幸せですね。あ、それは私も同じですけど。え？ケンタロウさんに出会えて幸せだってことです。エリさんは顔をあからめうつむいた。
それって、俺の心臓はバクバク音を立てた。ケンタロウさんのこと好きになっちゃいました。俺も。エリさんが言い終わらないうちに叫んでいた。俺もエリさんのことが好きです。いつも笑顔で明るくて優しくて、ずっと一緒にいたいって思ってました。ずっとここにいてほしいって。子供たちも俺の両親もみんな同じ気持ちだと思います。エリさん、俺と結婚してくれませんか？息継ぎもせず、俺は気づけばプロポーズをしていた。はい、喜んで。よろしくお願いします。エリさんが恥ずかしそうにそう返事をしてくれた瞬間。おめでとう。ケンちゃんやったね。おめでとう。キッチンの奥から父と母が飛び出してきた。おい、盗み聞きかよ。趣味悪いぞ。恥ずかしさでつい声を荒げてしまったが、両親は涙を流さんばかりに喜んでくれていて、その姿に俺も泣きそうになってしまった。こうして心を通じ合わせることができた俺たち。ほのかたちも大喜びだった。エリちゃんがほのかたちのお母さんになってくれるの？やったー。じゃあこれからはケンちゃんじゃなくてお父さんって呼ぶ。エリちゃんはお母さんだね。お父さん、お母さん。そう言って二人が俺たちに抱きついてきた時は、もう涙が止まらなかった。俺たち四人は本当の家族になれる。そう思えた瞬間だった。ほのかね、大きくなったらお母さんみたいな警察官になるんだ。愛香はね、お父さんみたいにお野菜やお米を育てたい。双子ながらも正反対の性格の二人は将来の夢も違うようだ。ここだけの話ね。私、若い時やんちゃしてたのよ。その時お世話になった父兄さんに憧れて警察官を目指したの。ほのかも私と同じ道を歩むのかしら。え？やんちゃはやめてほしいけどな。笑い合えるこの時が永遠に続けばいいなぁと心から思った。ミカにも報告しに行かなきゃね。次の休みにはケンタロウさんも一緒にお墓参りに行こう。そう言ったエリの目にはうっすらと涙が浮かんでいた。思いがけない出会いからこんな幸せを手に入れることができた俺。まるで奇跡のようだ。これからも周囲に感謝しながらこの大切な人たちを守っていきたい。俺は改めて誓った。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。